中日についてちょっとね、話したいことがあるって言ったんですけど、中日ドラゴンズ、えー、いい戦い方してるんですけど、ちょっとね、兆候が現れてます。これね、辰なさんが、うまくやって勝ててきたんですけど、うん。これ、ちょっと春の陳事になりかねないんじゃないかっていう兆候が少し見えてます。一つ、スタメンに注目してください。皆さん、よろしいでしょうか中日のスタメン、これから発表するんですけど、えー一番、ライト、岡林。 まあもうこれは三好の代わりっていうところで、もともとレギュラーの岡林帰ってきた。これはまあポジティブに捉えたらいいと思うんですけど。2番、サード山本。まあショートではないと。はい。で、高橋周平が怪我でいなくなったと。で、3番にセンター上林。え前回戦った時は6番とかで出てましたけど。まあ、ね、ヒットも出てきてるんで。っていうところで3番抜擢。そして4番が中田翔がいません。レフト細川。 そして5番にキャッチャー宇佐美6番にファーストカリステ。7番にセカンド村松。そして8番にショートロドリゲス。9番にピッチャーメヒアという、こういうスタメンになってます。皆さんこれを見て何を感じますかまあズバリ。結論から言うと、中日、守る野球をしないといけないのに、守る野球をしないといけないのに、えー、まず、あ、中田がいない、高橋周平もいなくなった。 で、三好四の代わりの岡林を使うということで、まあ、プラスアルファがあるだろうということで。で、えー、守備を軽視してます。スタメンが。まあ、山本とかは守備上手いし、まあ、村松とかも別に守れるでしょう。ただ、ロドリゲス入れたり、一塁にカリステ入れたり。守備を軽視してるんで、中日は僕が中日ファンなら、なんでこういうスタメンにするんだというふうに、どっちかというとう、あの、物申したいようなスタメンにしてきてます。さあ、そんなところがタイガース、 スタメン見てください。タイガースは1番センター近本、2番セカンド中野、3番ライト森下、4番ファースト大山、5番サード佐藤、6番レフトノイジー、7番キャッチャー坂本、8番がショート木並。変わりません。そしてピッチャーが青柳です。青柳にそんなに点は取れないかもしれないけど、守ることでは迷惑かけんとこっていう姿勢がこのノイジーのスタメンに現れてます。きっちりと去年までやってきた守り活躍をやろうとする、 本拠地、岡田タイガース対、えー、まあ、春先、ね、開幕ダッシュ、まあ、できたと言ってもいいかもしれない中日。ここで、そうしがえして、ね、守備を固めずに、まあ、打てるような、カリステだったり、ロドリゲスみたいなところを使ってきたりして、この辺がどう崩れるかどうかを今日の試合は確認しましょう。まあ、この試合、まあ、始まったスタメン見た段階で、6割ぐらいの確率で勝てるなと思ってます。はい。 6割勝ったら優勝なんでね。はい。勝ちましょう、今日は。絶対勝ちましょう。